ト4進出を果たした滋賀代表近江、その快進撃を支えるのが2年生ゴールキーパー山崎光輝。インターハイベスト4日大藤沢戦も止めた。インターハイ王者明秀日立戦もまた止めた。 PK 戦で立ちはだかり躍進の原動力となった。緊張してあれプレッシャーとかに負けたらあれだったんで、まあ、楽しもうっていう PK の後絶対勝てると思いました。PK に強い秘訣を聞くと、やはり里見くんが資金をマッサージしてくれたんで、それのおかげかなっていう。後ろの2人をしてくれたんで、もちろん頑張って近江のゴール背負ってくれてるんで、ちょっとでも近くにいたい。いつもこんなん言わないですよ。先輩との絆を感じさせる山崎。願いは一つ、先輩たちと少しでも長く戦えるように。決意を胸に挑んだ準々決勝、相手は前回大会ベスト4の神村学園。ここまで神がかり的なセーブを見せてきた山崎、しかしまさかの3失点だが、山崎を奮い立たせるように1点ビハインドの後半26分、ヘディングシュート決まった、決まった、3対3、近江高校同点。さらにまたも PK 戦かと思われた時、クロスが上がって広瀬、山中の残ったシュート、決まった、アディショナルタイムで近江高校勝ち越しゴール。3年生宇都英二が劇的な逆転ゴールでベスト4。試合後のロッカールームでチームメートが歓喜に浸る中、一人涙する山崎の姿があった。ちょっと嬉しいです。ほんま良かったです。3年の今日終わらせてしまうんかって、僕が広げてしまって、おいこの悔しさは夢の舞台で、まあ、今年1年間国立のベンチに立つというところを目標にして掲げてきたんで、目標が叶ったと思うんですけど、まあ、ここまで来たらもう日本一取るしかないと思ってるんで、絆を力に初の決勝へ。